私たちはその後、この屋上遊園地に子供を呼ぶ方法について議論を重ねた。その結果、ここで様々なイベントを開いて子供たちを定期的に集めようという方針が決定された。あ、じゃあ仮面ライダーショーとかする？仮面ライダーショー、ああ最初に開催するイベントは東国さんの算数講座。誰も来ないな、これは多分誰も来ないわ。いや、それは来ないと思うな。誰も算数してあがらないと思うわ。天才として名高い東国さんの講義を開けるとあれば、聞けるとあれば、中学受験を考えている子供たちの収穫を見込める。あー、どうなんだろう。もちろん発案したのは神谷くん。神谷だったわ。あ、神谷くんがやるんだったらまあ来るかなってちょっと思えてきてしまうのが、俺の神谷くん信者たる流言かもしれない。俺神谷くん信者で1になったんよ。翌日から早速宣伝活動が始まった。始めちゃったよ、宣伝活動。 YouTube とかで宣伝するんかな、広告出すんかな。じゃあ俺 YouTube のアカウントで広告出すわ。広告収益もらうけどな。翌日からイベントの宣伝が始まった。みんなで協力して進学塾に通っている生徒に声をかけ、神谷くんが制作してくれた告知ビラを渡していく。神谷くんビラも作ったんか。貢献度高いな。横山さんって確か中学受験するって言ってたよね。東国さんの算数講座とか興味ない？長谷川なあ、お前中学受験するって言ってたよな。ユリアの算数講座受けに来いよ。ねえ、僕たちのイベントを見に来てくれないかな。算数に興味がなくてもきっと楽しいよ。多分それは興味、楽しくはないと思うわ。ユリアちゃんちょっとそう、なんか勉強は得意そうやけど人に教えるの得意そうじゃないもん。ユリアちゃん言っちゃあれだけど。お願いします。お願いします。カレンちゃんかわいい。そのちょっとおどおどしながら喋るところかわいい。うん、ヒロインポイント高いよ。積極的に声を張り上げる桜井くんたち。それに加えて今回は二階堂さんも頑張っていた。よほどあの屋上遊園地を潰したくないらしい。どんどん参加者が集まっていますよ。マジで？すでに18名もの予約が入ってます。マジで？バインダーに貼り付けた書類を見せながら集客見込みを報告すると、神谷くんは難しそうな表情を見せた。確実に廃止を阻止するには、ああ、もう少し集めたいところだね。そりゃそうか。この学校の生徒だけじゃなく、もっと。ああ、でも廃止阻止するんだったら18人じゃ足らんか、やっぱ。さすがにか。神谷くんは、しばしの間、なんて読むぐらい。もっこかな、すると、やがて、うんと、一つ、つぶやいた。一つうなずいたか。そうだ、諸角が水着になればいいよ。ほ、諸角、明日からしばらく俺放課後は学外に出る。生徒会の仕事頼んでもいい？もうそこまでやるの？生徒会の仕事ほっぽい出してでもやるのか。神谷くんの本気顔、私たちの活動が手詰まりになった時だけ神谷くんはこの表情を見せる。そうして裏から手を回して鮮やかに問題を解決してもらうんだ。わ、神明の力使うつもりかお前。何でも神明の力でどうにかしようとしたらダメだぞお前。このモードに入った神明君は無敵だ。私たちは余計なことをせず戦果を待っているだけでいい。だけど私は神明君一人に真うなぎをするような真似をしたくなかった。あの神谷くん、外で何かをするなら私も連れて行ってください。もちろんさって言うたがな。神谷くんはその後1週間かけて町のさまざまな進学塾を巡った。
神明の名前を使って、あ、やっぱ神明使ったな、お前。家の名前だけで勝負するな、お前。自分の実力を使え、お前。塾長たちと対面しては、イベントの宣伝と融資の約束を取り付けて、融資まで取り付けた、お前。大人相手に一歩も臆することなく交渉を重ね、好条件を引き出していく神谷くん。働きぶりは超人的だった。これが神谷のやり方か。そんなある日の帰り道。おっと、どうした？神谷くん。何？道でフライトをよろけた神谷くんを慌てて受け止める。あ、疲労が溜まってきたんやな。神谷くんの目の下には色濃いクマが浮かんでいた。クマさんかわいいとか言ってられないわ。きっと交渉資料を作ったり事業計画を練るのに必死で、あまり寝ていないのだろう。神谷くんだって小学生なのだ。大人と同じ激務に耐えられるわけがない。ごめん諸住、ちょっと足が絡まっちゃってさ。嘘、完全にめまいを起こしていたじゃないですか。無理しないでください。神谷くんが頑張る必要なんてないんですから。いや、ダメだよ、頑張らないと。今頑張らないと他のみんなの頑張りが無駄になってしまうからね。どうしてそこまで。こうなったのは、元は二階堂さんのわがままが発端だ。たった一人の願いのために神谷くんの体が削られるなんてあってはならないことだ。神谷くんはどうしてそんなに私たちに尽くすんですか。いつもいつも私たちのわがままの犠牲になって自分ばかり損をして。神谷くんはもっと大きな正義や正しさに奉仕するべきなのに。そう訴えると神谷くんはキョトンとした表情を浮かべた。みんなのために犠牲になってるか。そっか、諸住の目には俺がそう映るんだね。でもさ、それは違うよ。それは違うよ、出てきました。上な、内気誠できましたよ。え、俺は自分のためにやってるんだ。自分の見たいもののために桜井たちと一緒にいるんだよ。見たいもの。神谷くんの見たいものって一体。そう聞くと彼はらしくもないいたずらっ子のような笑みを浮かべた。諸住にも今にわかるよ。意地悪ですね。今にわかる。戻ってきた。神谷くんは確かにあの時そう言った。彼は一体私たちの何を見たかったのだろう。やっぱり仲間の喜ぶ顔とかを見たかったんだろうか。かつての私はちゃんとそれを分かっていたはずなのに。なのに思い出せない。どうしても思い出せない。忘れてしまったのはここがクロノス世界だからだろうか。いや違う、それを忘れたのはきっと私自身だ。神は才という形ばかりに憧れ追い求めているうちに、彼の本当に尊い部分が見えなくなってしまったのだろう。神谷くんが大事にしていたものは何だったのか。思い出せ、思い出せ。屋上遊園地の遊具の一つ一つに触れながら記憶を探る。ここにある思い出のかけらを拾い集めるように。
上遊園地閉鎖中止を祝して乾杯。中止できたんじゃ。なんでカレンちゃんそっち向いてんの。乾杯。誰だ、甲子園のサイレンみたいな乾杯を言うやつは。私たちの活動開始からも、ものの2ヶ月で屋上遊園地の閉鎖は中止のだった。すごいな。この活動記録をさ、夏休みの自由研究にしてもよかったかもしれないレベルだ。2ヶ月もかかってるけどな。東北さんの講座以外にも様々なイベントを開催し、その全てを成功させた神谷くんの功績により、来場者が激増したからだ。出た、また桜井信者だよ。いやー、一時はどうなることかと思ったけど、案外なんとかなるもんだな。よし、遊園地存続記念にゴーカート改造しちゃおった。今度は10万馬力を目指しちゃうからね。それ人間乗れない、乗った人間ミンチになるわ。数々の功績を称え合うメンバー、神谷君が陰でどれほど奔走したかも知らず、のんきなものだ。あ、でもそうやな。ここまで来たら神谷くんの功績はみんなに見えてないだけですごいでかいものになってる。諸角だけが知っているのか。いや、でも待てよ。もしかしたらもう一人知っている人間がいるかもしれない。本来なら全員揃って神谷くんにお礼を言うべきなのに。特に私は二階堂さんの方に目をやった。ここに来てからずっと二階堂さんは屋上遊園地をもんやりと眺めるばかりで、会話に加わることも神谷君にお礼を言うこともなかった。一体誰のわがままで神谷くんがよろけるまで疲れ切ったと思っているのだろう。私は一言言ってやろうと二階堂さんに近づいた。二階堂さん、あなたそうやって黄昏れていないで神谷くんに言うべき言葉。 何を見たん。私は思わず息を呑み言葉を止めた。二階堂さんがボロボロと大粒の涙を流していたからだ。あのどこか痛いんですか。カレンちゃんらしくなかったのかもしれない、みんなから見たら。けどカレンちゃんは本当は結構感情豊かな子なんだよ。みんなが見ていないだけで、それこそ頑張ってた神谷くんみんなが見ていないように。だったんですか。酔いどころっていうのは人それぞれです。聞くと二階堂さんは首を振った。違うの。ん？ここが大切なんじゃない。あ、みんなと一緒に過ごしたここが大切なの。そっか。ここは私にとっての初めての居場所で、学校にも家にもいる場所のなかった私にみんながくれた。そっか。どうしても捨てられなくて。後で知ったことだけれど、二階堂さんは家族との折り合いが悪く家に居場所がないらしかった。そんな二階堂さんにとってここは本当の家のようなものだったのだろう。だから思い入れの度合いが他のメンバーよりも強かったのだ。いつの間にか他のみんなも泣いている二階堂さんのそばにやってきていた。それに気づいた二階堂さんは深々と頭を下げて何度もお礼の言葉を繰り返していた。ありがとう。みんなありがとう。
場所をくれて本当にありがとう。やっぱカレンちゃんは本当は感情豊かな子なんじゃないかなって。頭を上げた二階堂さんの顔には温かな笑みが浮かんでいた。その目元の嬉しい涙の後は夕日を反射してキラキラと輝いている。その時私は理解できた神谷くんのあの言葉の意味が。ああ神谷くんが守りたいのはこれか。人の中にある美しい光、大切なもののために奔走するときにだけそれは強い輝きとなって現れる。神谷くんはこれを見たくて私たちと一緒にいるのだ。そうか。そうだ。そうです。神谷くんは。ゴールを突き詰めたような行動をする神谷くんだけど、実のところ彼は感情の人間だ。人の中の美しいものを守りたくて、それを一番近くで見つめていたくて、だから私たちと一緒にいてくれる。それを思い出した途端に、私は神谷くんがさっきの多数決を通して何をしたかったのかが理解できた。神谷くんは私のことを突き放そうとしたのではないだろうか。私が神谷くんに逆らい自立することを望んでいたのだ。おお、お父さんみたいなことを。自分のそばにいては私の中の光が損なわれると感じたから。だけどそれは余計なお世話というものです。あれ、だって私は正義よりも正しさよりも自分の中の光よりも神谷くんが大切なのだから。そうだ、もう何でもいい。私は神谷くんに寄り添っていられればそれでいい。ちょっと待って、 BGM バックグラウンドミュージック、怪しい雰囲気にするのはやめてけろ。そうためならば私は空っぽのお人形になってもいいんです。やめて、ちょっと待って、今収録してる時期ってさ、チャイルドプレイってさ結構怖いお人形の絵がやってる頃なんだけど、そういうチャイルドプレイ物積み的な感じにならないようにお願いしますね。お願いしますね。神谷くんの理想郷を守護するためのお人形、私の存在意義はそれだけでいい。よくないよくない、大丈夫、私たちならやり遂げられる。神谷くんのそばに私がいれば何だって。え、みんなどう思う？病んでるね。歪んでるね。神谷くん、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 神谷くんってなりそうだな。いつまでも、いつまでも、ただ、あなたのそばに。消えはせんか。え、それで終わりな。そういう終わり方な。え、平和的だったな、割と。